昨日、感染が確認されたのはいわき市で35人郡山市で17人福島市で11人など合わせて76人です県によりますとこれまでのクラスターが拡大したとみられ午後にも詳細を公表するとしています入院者は338人で病床使用率は68.1%とステージ4の水準が続いていますまた、県内のの先月の感染者は9 27人で、 月別では今年5月の1,179人に次いで2番目に多くなりました。感染拡大を受け、県は福島市といわき市、郡山市を対象に集中対策を実施し、飲食店などへ営業時間の短縮を要請しています。